ギョギョギョ、さかなクンです。お魚が大好きで海が大好きなので各地の海を巡っています。だけどここ最近とっても心配になるのは海のゴミの多さでございます。海の中をちょいと見てみますとここ近年本当にゴミが増えてしまっています。海の底には空き缶や空き瓶、さまざまなゴミが結構落ちてしまってるんですね。サンゴ礁にも釣り針が絡まったりしていました。魚たちの暮らしもこれでは深刻でございます。さらには海の底ばかりでなくここ近年さらに深刻化していますのは海の中を漂っているゴミです。こういったゴミは大きなお魚やウミガメさん、クジラさんたちが間違って食べてしまいます。食べてしまいますと、うおーっと喉を詰まらせたりお腹を壊したり命に関わって死んでしまうこともあるんですね。ゴミが海の生き物たちにとって今とっても深刻な問題となっております。私さかなクンとしましてはこういったゴミの問題を絵を描いたりお話をさせていただいてどん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 みんなで考える機会を、挙手できればと思っております。